斉藤俊行斉藤俊行から1881年5月26日は幕末の土佐藩があろう。明治政府に出資して大坂部大輔三に元老院議官を務めた。救命は渡辺渡る久馬。同藩士斉藤俊成の子。若くして藩主。 山内豊博氏の小川物頭として使えるが、お小瀬組に加わったことから1843年に反対派によって失脚させられる。後に、吉田東洋の命によって復職し、近銃目付、上司重体総連教授などを歴任後、慶応年間には、塩規約、過労となる。1867年に、長崎で起きた土佐藩士によるイギリス水平殺害事件では、 後藤昌二郎と共に、イギリス公使ハリー・パークスと交渉して、保障問題を解決したほか、佐々木隆之と共に、坂本龍馬とも結んで、武器調達に活躍した。明治維新後は、斉藤俊之と改名し、1870年に、お坂部大輔続いて、参議として、新政府の中枢にあって、新立考領編纂にあたるが、翌年、西郷隆盛と、 木戸高義の対立から前参議の辞任に伴って、職を辞した。その後、病気のために一時帰郷していたが、板垣大助が、明治6年政変で下野して、自由民権運動を起こすために立志社を結成すると、佐々木の依頼によって、現鉄と共に、高知の範囲板垣勢力の結集に当たった。しかし、前者は一定の成果を上げたものの、結果的に、 旧砂漠派勢力の復権を招き、佐々木、斎藤も、板垣と同類として休断された。1874年に、宮内省に出資し、翌年には、元老院議官に任じられて、会場裁判所設置に尽力するが、1881年に、廃病に倒れ、君に当局日、重光明を授与されるが、間もなく死去した。墓所は、青山霊園にある。ありがとうございます。